アメリカのアマゾン・ドット・コムのベゾス CEO は日本時間の先ほど、自らが率いる宇宙企業ブルーオリジンが宇宙旅行向けに初めて打ち上げる有人宇宙船にベゾス氏自身が搭乗することを明らかにしました。ベゾス氏は5歳から宇宙へ行くことを夢見ていた。7月20日に弟と最高の冒険に出ると記しています。